はい、えー、どうも吉谷です今回ですね <laughs> 熟成さんから LINE の方で、えー、ご質問いただいたので回答していきたいと思います、えー、YouTube からリストを集めるとして LINE アッとメールマガはどちらを使った方が良いでしょうかドリアカの講義でも言われている通りメールマガを絶対やるべきただしメールマガは届かない可能性があるので保証的に LINE アッに並行した方を、えー、使った方がおすすめどちら一方だけを選ぶならメールマガというお考えは今も同じでしょうか、うん、はい まあ要はその目的なんですよ <laughs> 要はよくこの,、まあそのまあ、今回頂い,いたやつは、まあ、どっちがいいですかみたいな話なんですけど例えば YouTube が稼げますかとか Facebook いいですかとかインスタがやっぱいいですかとか、まあ、同じ類なんですけどそれをどういう目的で使うかによって戦術が変わってくるわけですよね。 うん、例えばそのあのドリアカでも教えてますけど、結局、えー、集客して集客しただけではダメなわけですよ。そこに教育っていうプロセスがあって、その後は販売なわけですね。この教育をやるプロセスの上で line@ だとどうしても文章がまあ、そもそも line っていうのが。 まあ、LINE の発祥がコミュニケーションツールですからじゃあ LINE アットでめちゃめちゃその長い文章を読むかっていうと読みづらいじゃないですかもともとその発祥があの友達とねこのスタンプのやり合いだったりとかちょっとしたメッセージのやり取りで使ってる媒体なわけですよそこに対して教育コンテンツが適してるかと言われると僕は適してないと思いますしそこでどんだけすごいいい文章を書いたとしても響かないと思うんですよ。 だけどメールマガジンは読み物になるんですよ。読み物。メールマガジンは。うん。で、その読み物になるので、教育しやすいですよねという話です。で、僕の場合は今、その、まあ、正直今、LINE もやってますけど、LINE は1行です。LINE やって1行で動画に飛ばすみたいな。 だ僕の使い方は基本的に LINE 今メルルガやってないんですけど LINE はベースとしてはお客さんとのやり取りで使ってるのとあとは動画をシェアするだけなんですよだから動画をシェアするっていう目的だから文章を書かないんですね1行です最近もう1行で終わらすっていう1行でリンクみたいなうんなぜその LINE の僕の目的っていうのはメインはそのお客さんとのやり取りで使う でプラス動画も見てもらいたいので、まあ、最近はね YouTube のチャンネルもだいぶ育ってきてファンの方は結構見ていただけるので、まあ、YouTube のメディアがしっかりと整えば LINE アットすら必要ないとただまあどうしてもそのお客さんの商品販売があるんでお客さんとのやり取りでやっぱメールでね、えー、お送りする時とか届かないっていうのがあるのでまあ補助的に LINE を使わないとどうしても <coughs> うんきついと。 えー、僕の場合は商品販売する時にその、まあ、申し込みフォームですねで申し込みフォームに入れてもらって自動返信メールで振込先とか、えー、こうご案内するんですけどもそれが届かないんですよとかあと商品を納品する時のメールが届かないとかあったりするので,で LINE だとね絶対100%届くんでだから補助的に僕もずっと LINE は使い続けます、うん、だからこれはどういう目的でやる,のですやるんですかによって。えー 戦術というか、ね、変わりますだから別にそのメルマガやったとしてもじゃあ,じゃあ,じゃあですよメルマガがいいですよじゃあメルマガがいいですよって言ってもそのメルマガの中に教育コンテンツもないね教育コンテンツもないでうまくそのセールスに持ってってないじゃあメルマガやる必要ないですよねって話ですだからもうフェイスブックも自分がどういう目的でやるのかほとんどの人がこれが稼げるからどうなんですかっていう視点なんですけどいやいやどういう目的で使うんですかっていう。 だからインスタグラム稼げるんですかとか違う違う違うとインスタグラムはどういう目的でやるんですか僕の場合はインスタグラムも今六千八百人6700か600かフォロワーいてファンの方いてますけどじゃあどういう目的でやってるんですかそこは全くお金にフォーカス1ミリもしてないですインスタグラムは要はインスタグラムやってる僕の目的っていうのは違う層にリーチをする そして、まあ、テストマーケティング、その違う層、違うインスタグラムにいる人の層というのはどういう人なのか、そしてそこの関係性を築いて、そこで1%でも来ればいいよねって話でそう、であとは自分のブランディングですね、例えば、じゃあ僕はインターネットを、えー、教えてますとで、インスタグラムもやってますよ、フォロワー6700人ぐらいいますよって言ったときにあ、インスタはそんなにいるんだってなるじゃないですか、それが、ね、フォロワー数100人とかだったら見栄えがの部分はあるじゃないですか。 もちろんそのフォロワー数が多ければ多いからいいっていうほどではないですけれども、まあ、一つの名詞としてもなりますしその使い方ですよね。うん、でインスタもずっとやってますんでインスタの使い方も教えられるしだからインスタもどういう目的でやってどういうふうに集客してそして売るのかどういう目的でやってるのかによって戦略変わるし僕の場合はいろんなテストマーケティングでやってるでそのテストマーケティングの結果そこの部分を商品化して売るっていう。 わかります。だかその目的としてはまあ目的がすべてかなと思います。どういう目的でやるのか。だからメルマガをやったとしても届く届かない以前の問題でちゃんと教育コンテンツがあってセールスがちゃんとできているのかどうか誘導できているのかどうか、うん、そこがすべてですね。そこ、うん、だからどっちがいいかっていうのは本質ではないですね。だってそうじゃないですか。メルマガやろうがラインアットやろうが見られなかったら意味なくないですか。 うん、届く届かない以前に届いたとしても見たくないメ,ール,メールマガが届いても見ますって話ですよねじゃあラインアット絶対届きますでもブロックする人いますよねって話じゃないですかそれは何でブロックするんですか見たくないからですよねだから絶対届いてもブロックする人いるわけじゃないですかだからここはちょっとね考え方というか視点を変えるべきだし自分がどういう目的でそれを使うのか、うん、で僕もその今度その えー、まあやるやるってやってないんですけどただ YouTube のね、まあ、一点張りで今やってる部分があるんであのメルマガに関してもそのきあの僕がやるとするならばもう構想は出てるんですけど一応僕はあの商品買っていただいた購入者の,メ,ルマあのメールアドレスっていうのを保有してるのでそこに対してフォローメール要はリンクゼロわかりますリンク一切ゼロの フォローステップも,もし僕がメルマガをまたやるんだったらリンク一切ないリンク一切なしのもう全部リンクないんですよ全部リンクがないっていうメルマガをやりますそれはじゃあ目的は何なんですか教育コンテンツですフリーコンテンツですっていう意味合いですうんそうだからもうリンクゼロですっていうもう僕の吉谷拓郎公式ブログの方もブログの記事にリンク一個も貼ってないんですよ それはもうどういう目的でやってるのか教育コンテンツです。だ教育コンテンツにセールスは必要ないですよね。うんそう。教育コンテンツなんだからセールス必要ないですよね。教育コンテンツしたあとセールスですよね。じゃあセールスは僕はどこでやってるんですか ?YouTube でやってます。YouTube はもうごっちゃまで集客もしてるし、教育コンテンツもあるし、セールスもあるという感じですね。うん だから基本的にここの僕は主軸として YouTube を今メインにしてサブでこういう感じでいろいろやってるって感じでだから僕がやることは YouTube を主軸にすると YouTube で主軸で集客もやるし教育もあるしセールスもあるただ YouTube とは違う側面を見せるブログで文章で表現するインスタで写真で表現するとか。 だから別にまねしろって言ってるわけじゃないんですけどそのプロセスどういうプロセスで目的でどういう使い方するのっていうまあ結論言うと本当にシンプルに言うとメルマがやろうがラインアットやろうがラインアットでも絶対届くけどブロックする人もいるしメルマがやっても面白くなかったら見ないしって話じゃないですか。 だそれが全てかなと。何やっても一緒ですよねっていうだから、まあ、まあ回答とするならば何を目的にしてそれやるのかっていうのが全てかなと思いますね。どちらか一方だけ選ぶならメルマガというお考えは今も同じですかと。 なぜならば教育僕の目的は教育コンテンツですからじゃあ教育コンテンツを送る上で LINE アットとメールマガどっちの方が送れますかって話じゃないですか教育コンテンツを送るっていう目的で判断基準なんですよ。判断基準が稼げるとかそういうわけじゃなくて教育コンテンツフリーコンテンツを送るっていう基準値で考えた時に LINE アットで500文字でブワー送るのか500もマックス500文字なわけですよ。 なのかメルマガでメールマガジンとして読みやすくいろいろ開業もいろいろできるわけじゃないですかメールマガジンって堀江さんもメールマガジンでね1億稼いでますけど年間ねじゃああれものラインアットだったらお金払いますって話じゃないですかじゃあ堀江さんがラインアット堀江さんだったら堀江さんクラスだったらいけるかもしれないですけどメールマガジンだからそこに対して価値が出るんですよねマガジンだからマガジン雑誌うんそれをメールでこう表現できるわけじゃないですかいろいろと装飾もできるし まあやろうと思えば HTML メルマガもできるしまあそんな感じですねはいということでいただいたご質問に対しての僕の見解の方を回答させていただきましたありがとうございます